皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。今日の雑感はですね、ネクストアクションということで、話をします。はい、あのー、このネクストアクションって、まあ、<laughs> 次の行動みたいな、そういう意味合いなんですけど、まあ、かっこよく言うと、ネクストアクションということです。あのー、 振り返りをするときに、まあ、いいこと、悪いことって来て、そのまた後に、テクストアクションっていう、そんなことをね、よくこう言われるんですけど、あのー、いいことはい、いいんですよ。で、結局、まあ、悪いことっていうか、できてないことというか、あの失敗しちゃったこととかっていうことを、次のアクション、 次の行動としてどういうふうに捉えるかという、まあね、振り返りの一つの手法なんですけど、あのー、ちょっとこれ、気をつけないといけないのは、毎回毎回振り返るとバッと悪いことがあって、で、そのネクストのアクションってどうなるかっていうと、うん、そのバットがあるが家に、ネクストアクションがその前の、えー 失敗とか、えー、やってないこと、補いみたいな、そういう形になる。だから、次のアクションって言っても、その、何が起こるかっていうと、マイナスのことをゼロにしようというか、まあ、プラスにしようというふうには、た多分思っているんでは、あ、いい,いんですけど、ただ、結局それって、先週のマイナスを、まあ、ゼロにしようとか、 まあね、うん、一応進み具合的に言うとプラスにはなってるんでしょうけど。ただ、まあやってることは結局マイナスを補う。で、私は何、うんとそこでこうね、何をしなきゃいけないのかっていう。当たり前なんですけど、次の行動なんですけど、次の、こう、目標というか、そっちの方をきちんとしなきゃいけないということだったりもするんですけども。 あの、それを、を成立させるためには、バットのところがありません。なし。ゼロとか。あの、そんなものは全部終わりました。そういうところに持ってけないと、次のアクションが、えー、次の行動と、次の目標とかっていうところにならないんじゃないか。まあ、次の行動っていう意味では、G までは合ってますけど、内容が全く違いますよ、ということになるので。まあ、あの、 この目指すべきところって、うん、次の目標に向かって、えー、何ができるのかというところにちゃんと持っていけないと、ちょっとただ単にネクストアクションって言ってるだけでやって、号令かけてるだけですよっていう、あの、マイナスを補っているのか、プラスに転じるのか、そこのところをきちんと見,見極めないといけないのになって、私は思います。今日の動画は以上となります。 最後まで視聴いただきありがとうございました。運のたかしがお送りしました。それでは。